こんにちは、ママチャンネルです。今日は二子玉川にあります二子玉ライズ内の100本のスプーンに行っていきたいと思います。改札出たら東口進んでまっすぐ行くとすぐ二子玉ライズに出ます。こっちですね、東口出ます。今ちょっとクリスマスシーズンでクリスマスツリー、大きなクリスマスツリーがありました。すっごい綺麗ですね。このまままっすぐ行っても二子玉ライズ行けるんですけども、せっかちな私は一番手前のエスカレーターに乗って2階に行きたいと思います。100本のスプーンは2階にあります。今日はちょっと朝雨だったのであんまり人が並んでないといいなって思うんですけれども、休日はちょっと100本のスプーン、すごく並ぶので、平日もし行ける方がいたら平日行くのがおすすめです。平日でも多分11時過ぎたりとかすると並ぶと思います。いや本当に行ってみたかったので、よかった今日行けて、すごい楽しみです。離乳食も無料で提供してくれるので、まあ、ちょっとママたちの大人のご飯は高いんですけれども、まあ、ちょっと贅沢なランチしたい時とかおすすめですよね。はい、ニコタマライズ見えてきました。左に曲がります。どの道でも行けるんですけれども、ちょっといろいろお店も見ながら行きたいので、こっち側を歩いて行きたいと思います。はい、ここのツタヤのグリーンショップ本当に大好きで、もう行くだけで癒されます。観葉植物家に置くとか本当素敵ですよね。あ、いっぱい欲しいな観葉植物。こっち側には DIY ファクトリーがあって、まあ、いろんなワークショップとかもやってるので、ここもよく行きます。いや楽しみ。はい、100本のスプーンのお店に到着しました。ベビーカーはこの入り口に畳んで置くみたいです。二子玉川の100本のスプーンは10時半オープンなので、まあ、ちょっと早めに行くとすぐに座れると思います。休日だとちょっと並んでるのですぐには入れないかなとは思うんですけれども、平日だったらこの10時半くらいにオープンの時間に行けばすぐに入れると思います。はい、入ってきました。今日はこのソファーの端っこの席に座りたいと思います。まだね10時40分くらいなんですけど、結構人がいましたね。メニューもとっても可愛いです。ちょっとずつ人が増えてきました。今10時50分くらいですね。もうほぼ席が埋まってきました。11時過ぎるとちょっと並ぶ人も出てくるので注意ですね。美味しそうです。もう全部ご飯が美味しそう。注文を待ってる間にこうやって塗り絵できるみたいです。最初カニが目に入ったから赤で塗ろうと思ったんですけど、赤の絵の具が赤のクレヨンなかったのでかぼちゃを塗ってます。はい、子供用の赤ちゃん用の離乳食を提供してくれます。おかわり無料です。これからサラ君もご飯にしたいと思います。10倍がゆとちょっと悩んだんですけど、初期と中期、まあ、ちょっと病み上がりなので初期にします。10倍がゆと今日は人参とじゃがいものペーストでした。こちらはあとおかわりができるので、まだ
お腹空いてそうだなと思ったらおかわりくださいって言ったらこれもタダでもらえます。食べ終わりました。ピカピカです。ママはハンバーグを頼みました。ちょっとね熱いのでお皿にしてもらいました。で、サイズがフルサイズとハーフサイズっていうのがあって、ハーフサイズだと小学校の6年生6年あ小学校の6歳か7歳くらいがちょうどいい量らしいので、今回はお腹が空いてたのでフルサイズを頼みました。はい、そらくんはおかわりです。ちょっとね暑いので気をつけてくださいね。ふふして温度確かめてからあげてください。はい、ピカピカです。そらくんはご機嫌でメニューで遊んでます。すごい楽しそうです。ちょっとね贅沢したい時なんかここを来るとすごく周りもおしゃれだし、二子玉川自体すごいおしゃれな可愛いお店が多いので私もよく行きます。おすすめです。チャポのスプーン内は授乳室とおむつ替えの部屋もあるので本当に子連れのママたち多かったです。おすすめなのでぜひ行ってみてください。それでは今日はここでおしまいです。また見てくださいね。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。